昨年はちょうど、新車僕の方はインプレッサー乗ってるんですけど、これで6年目になるんですよね、インプレッサーが。でその結局ずっと古いものを使ってきてて、はい、でそろそろ新車を出したい、はい、投入したいっていうふうに、そういうふうに思った年だったんですよね。で新車製作と、あと前から使ってる車両と、なんて言うんでしょうね、こうラップしながらやってたんですよね。それで結局結構苦しかったのが、メンテナンスの面で簡単なトラブルだったんですけれども、結局車両のことでそういうと目が届かなかった部分が故障したりとか、そういったことで優勝を何べんも逃してたんですよね。であったりコ・ドライバーが少し、僕たちクルーのミスで、一線を落としてしまった、そういう、のがあって、もっと早くチャンピオンを決めたかったんですけど、最終戦までもつれてしまって、すごく厳しい1年だったと思うんですよね。今までにこんな苦しかった時ってあるのかなって思うぐらい苦しかったです。はい、僕の強さじゃないんですよね、チームの強さで。結局やはりカバーしてくれるメンバーがいるんですよね。僕たちのミスとか、例えば僕たちもドライビングに徹してるんですけれども、コ・ドライバーもコ・ドライバーに徹してるんです、その仕事に徹してるんですけれども、やはりミスって絶対あるんですよ。でそれを誰かがカバーしながらこうやっていく、なので、そうですね、やっぱりチーム力の結果だと思ってます。なかなかラリーの魅力ってなかなか難しいんですけど、でもやはりですね、一人舞台ではないっていうのがありますよね。まずどうしてもモータースポーツっていうと、ドライバーだけが目立ちますよね。ラリーってそうじゃないんですよね。ドライバーとコ・ドライバー、そしてサービスに入ればメカニックたちも主役になるんですよね。なのでそういうところで見どころがたくさんあったりとか、あとなんて言うんでしょうね、何か失敗をやっても諦めずに最後までこう走り抜こう、止まるまで走ろうっていう気になるのがラリーだと思うんですよね。だから最後まで諦めない、でこう走ってれば、頑張ってればなんとかなるだろうっていう、そういうのがなんか魅力ですよね。ぶつかってもこうなんとかこうサービスまで戻ればメカニックたちがなんとかしてくれるっていう、そういうところが魅力ですね。実際ラリーも、僕としてはやってほしいとは思った時期もあったんですけど、今はS3 という違った分野ですよね。フォーミュラですよね。だから今そういうフォーミュラーでもまた違うレースでもカートでもいろんなものをやってほしいんですよね。だからラリーも当然そうなんですけど、いろんな車に乗って、いろいろ覚えてほしいですよね。経験してほしいです。後でビデオで見ました。その時のお気持ちは、やはり嬉しいですよね。今までの努力がないと優勝できないと思うんですよね。いろいろ揃ってないとできないです。運もそうなんですけど、やはりそういうのが全て揃って勝った時っていうのは、やはり本人も嬉しいだろうし、僕もそういうことを体験してきたので、やっぱり自分のことのように嬉しかったですね。今年、念願であった2大体制になるんですよね。2大体制っていうのは今まで1台でずっとこう、グラベルであったりターマックであったり、こう交互にイベントがある時にはもう全部仕様を変えないといけないので大変なんですよね。だからそれをグラベル、いわゆる砂利道のラリーはそれ用の車と、ターマックはターマック用の車があるので、テストも十分できるんですよ。今まではそういうことが本当にできなかったので、今年はまあそういう、いいところも、利用してですね、テストをたくさんして、できればこう最終戦前に決めたいななんていうふうに思ってますけどね、はい、開幕戦から結構流れをつかむことができなくて、でその中で、まあ、中盤戦も苦しんで、途中トヨタさんはじめ、まあ、TRD の方々にいろんなテストの機会を作っていただいたり、いろんな手助けしてもらって、まあ、そのテストの甲斐があって、すごい車も進化して、僕のドライビングスタイルもいろんな面で進化させることができて、去年1年はすごい苦しんだというか、僕の中でもいろんなことを考えさせられる年というか、勉強になった年だったと思います。スゴは走るのが初めてで、FCJ の時はスゴ大会がなかったので F3 で初の走行にはなったんですけど、乗ってても僕自身にそう合ってるというか、すごい好きなサーキットで、レース中も楽しんでレースずっとしてて、なんとか最後までトップキープしたままチェッカーまで運べたんで、本当にまあそれまでの苦労というか、まあ悔しい苦しい時間がもう忘れるぐらい嬉しかったです。やっぱり目標は昔から、まあ本当にちっちゃい頃から父もラリーやってるのを見てきているんで、その中でモータースポーツはずっと昔からやりたいっていうのもあって、その中でここまで F3 まで来れたのもやっぱり本当に父にも祖父にも感謝してるし、まあここでもう僕も終わりたくないので、やっぱり世界行って日本だけで終わらずに世界で活躍できるドライバー、やっぱり最終的にはWRC とか F1 とか世界の一番上のクラスでワールドチャンピオン取るっていうのが僕の最終目標なので、そこに向けてですね、頑張って、まだ今のままじゃ足りないと思うので頑張っていきたいです。今年は全日本 F3 の C クラスの方でペトロナスチームトムスの方から参戦させていただける予定なので、そこで、去年僕自身いろんなこと経験して、いろんな人にアドバイスとか協力していただいた分、今年本当に結果出して今後につなげていきたいので、本当に勝負の年だと思うので、そこにフォーカス合わせて頑張っていきたいです。家で会う時は怖いっていうのは全くなくて、なんていうんですかね、結構多分ラリーとかレースの会場ではとはちょっと違う、なんかこうなんていうんだろう、おちゃらけたじゃないですけど、でも友達みたいな、そんな感じですかね。レースの話ははい、レースの後とかレース前とかは少し、もうカートの頃はカートコースに一緒に来てくれたりして、ずっと一緒についてきてくれてたんですけど、最近はやっぱりラリーと重なるレースが重なったりするのも多かったんで、なかなかサーキットに見に来てっていう形が昔よりは減ってしまったんですけど、それでもすごい気にかけてくれてるって、なんですかね、こうアドバイス、そういう面ではお父さんよりそのラリーとかレースの話は話すタイミングはおじいちゃんの方が多いんで、たくさん話したりはしてるんですけど、やっぱり厳しいところは厳しく、はいっていう感じで昔からやっぱりお父さんがラリーやってる姿を見てて、そこで去年の全日本ラリーの新城ラリーで最終戦なんですけど、スポットで出させていただける機会ができて、ラリーなんで何が落ちてるかもわからないし、大きな石とか濡れてたりとか、新城ラリーで一番こう難しかったのは山道なので、晴れなんですけど湧き水とかで路面が濡れてたり、その対処法というか、そういうところが全然やっぱり初参戦で全然できてなくて、そういうのを昔からお父さんやって、何年も連続でチャンピオン取って何連勝もしてっていうのを見てると、やっぱり本当にすごいんだなっていうのを初めて実感することができて、でやっぱりそういう面でもなんか改めてこう尊敬したというか、そういうところがすごく大きく見えたまあ、初出場でしたね。昔の日本のラリーは分計測だから、そのただ速ければいいということじゃないんですよ。速すぎてもダメという日本のラリーだったんですね。でも今は完璧にスタートゴールが速ければ速いほどいいという、これは今ヨーロッパのラリーと日本のラリーは全く同じシステムにようやくなっておりまして、だから日本人の方が海外に行くのもやりやすくなっているというのが最近のラリーですね。でイギリスのラリーはその頃日本では観客は一人もいません。夜の夜中にごそごそと社会の方々寝てる時にわからないように走ったっていうのがその頃のラリーで、イギリスに初めて行った時にトータル観客動員が200万人っていうんですよね。考えられなかったの、嘘だろと。で行ったところもうすごい人がね、今もそうですけれどもお見えになってて、それが不思議にもう本当に信じられなかったのは、我々日本でモータースポーツやってた時は我々の年代の若い人間しかオフィシャルオーガナイザーもいないわけですね。で向こうに行ったら子供からおじいちゃんおばあさん、ものすごいこう幅が広い方たちが見に来てて、非常にアットホームでみんながそこの助けてくれたりとか、日本のモータースポーツの歴史と文化でヨーロッパとはもう完璧に半世紀違うと僕は思ったんですね。で俺はもう年代的にも違うわけですけれども、で今でさえモータースポーツの文化レベルは30年ずれてると私がいつも言ってます。ハード面ではまあまあ世界一の部分もありますけどもね、ただ文化レベルは残念ながら非常に遅い。だからそこを今から我々が、日本のモータースポーツとかを社会の中でなんとかこう市民権をね取れるようにしたいっていうのが今我々の仕事なんですね。プロのレーシングドライバーになっても本当に日本で今現在も食っていけれる、生活ができるドライバーっていうのは 4,5 人しかいないと思うんですね。であとは自分の仕事をやって、自分の仕事でしっかりと生活ができて、そして時間とか余裕があった時にその才能がある方がレーシングドライバーで走ってるというのが今の日本の社会なんですね。だからうちの息子たちもまずは生活ができる環境を完璧に作ること、それは今の会社でたまたまラックという会社がありますので、会社できっちりと仕事をやってお客様と営業ができて、そして売り上げもしっかり上げられて、そこで生活基盤ができて、その上でモータースポーツ活動ができることが一番重要ということでずっとやってきたもんですから、おそらく息子から見ると厳しいと思うんですね。私がいつも子供たちを見てて、センスというものがあるかないか、誰でもやれるわけじゃないですよね。でうちの場合は私がモータースポーツやるもっと前からスキーという趣味でこう一緒に今でもやってますけどやってきて、でスキーで荷重移動とか、まあ、よくわかると思うんですけども、コブを越える時の重心の移動とかがスキーやりますよね。で車の走りは非常にそれがよく似てるわけですね。だから荷重移動だとか重心の移動で結局車のコントロールするスキーも同じですよね。でうちの家族はスキーをみんなやりますので、スキーをやってるところを見てて、あこいつはいけそうだな、これはダメだなっていうのもすぐ分かるんですよ。それが本当かどうかはまあ別だというふうに思うかも分かりませんが、世界中の例えばラリードライバーは特にスキーやるんですよ。そういうのは大体当たってるんですよね。でうちの息子たち孫も見てたら非常にこううまいんですよ。私的にもおかしいんですけども、でそれを見た時にあこれはやれそうだなと思ったから、たまたまこういうことになったっていうのが最近の話なんですね。ラリーというものをうちの子どもたちも含めながら、もっともっと他の子どもさんたちも含めて車の世界にいい形でね引っ張っていけれるように、今メーカーを動かそうということで、いくら自動車メーカーがぶつからない車を作ったり制御をガンガン入れて車を作ってますよね。でも残念ながら死亡事故はなかなか減らないっていうのが今の日本の社会なんですね。それは私はヨーロッパで BMW で非常にいい勉強したのは、セーフティードライビングスクールの校長先生がラリードライバーで、そして運転教育を徹底的に限界を教えてるっていうのを見た時に、日本でも一部やっておりますけれども、まだまだ中途半端だから、これを自動車メーカーと共にね、モータースポーツの社会のメンバーが一緒に人の指導ができることができるわけですから、そうすると日本の社会がようやく、モータースポーツって危ないものじゃなくって社会に役に立つものだよねっていうことをしたいんです。それが新城ラリーのコンセプトに一応なってます。ということで、ぜひよろしくお願いしたいと思うんですけどね。乗り子の方はまずさっき言ったように、もう一回チャンピオン取るぞということでいこうと。がいいわけだよね。はい、で、トヨタ自動車の例の86、あれはあれでまた走らせなきゃいかんもんだから、はい、あれを高本がまた乗れると面白いなと思うんだよね。ただ僕の考えはそれも話題性はすごくあるし、うん、高本にも、いろんな車を乗したいっていう部分もたくさんあるんだけど、僕の考えだと今はその F3 に専念してほしいなって。ただF3 レーサーの寿命って短いっていうのもあると思うし、結局できる時って今しかないと思うんですよ、だけどラリーは長くできるし、ラリーっていつでも移れると思うんです。だからそれは当然あるんだけど、今世界でいうと、例えばカルロス・サインスの息子さんが高本と一緒にマカオで走ったりとかしてて、で他でも結構いろいろ子供たちが走ってる中で、例えば F1 のドライバーがラリーやる、ライコネンが F1 のチャンピオンになってラリーもやって、しかし、ラリーはなかなか勝てなかった、ラリーのが難しいってことを彼は言うわけよ。で我々ラリー界から見ると、やはりレースよりもラリーだぜっていうことをいつも言ってるわけよ。だから高本は今までの日本の場合はレースはレース、ラリーはラリー、そういう子供の育成をしておったけども、自分の考えは子供たちはこれからいろいろなことをやらせてやりたい、で今しかないわけで、子供たちって結構器用だし、で時間が F3 で年間5000、5日間だよね。でレースはいくつかあるんだけど、でそうするとその間ってのは確かにトレーニングとかいろいろあるじゃない。だけどそれ以上にいろいろなことをやらせてやりたいわけ。それが中途半端じゃ意味がない。だからチーム体制も確立をして、きちっとラリーと F3 ときちっとやっていけば絶対にそれができる。それはだから、チームの方々とも話をしてやっていこうかなというふうには考えて。で高本はどう思う？いろんなことやりたいっていうのはだから中途半端はダメだからね、一個一個きちっと節度を持ってやらないとこれはまずいと思う。ただ中途半端にやると、ただ単に好きでやってるだけじゃんとまたね、怒られちゃうからね。だから高本はどういう考えでやりたいかだよね。F3 はもちろん今年勝負の年だから頭取る気で、そこでラリーもやっていくっていうなると、そこで覚えることとかは大きいと思うし、もちろんメインは F3 で考えて、ラリーやるんだったらやるで、そっちも力入れてしっかりやりたいし、そこでうまく重なったりした時とかにうまくやれば。日本のモータースポーツはドライバーをみんな使い捨てでずっと来たけども、そうじゃなくって新しいサイクルをねちょっと作りたいと思って。その時に我々が何か参考になるようなねものになるといいなと。だから一番重要なのは高本がこれからどういうふうにして、今年1年間の勝負だから、今年1年間形としてはまず F3 でチャンピオンを狙うんだけども、同時にカートで子どもたちを教えたりとかね、いうこともやっていく方がいいんじゃないかなと思うんだよね。僕がどうでしょうね、ラリーとか今ラリー実際やっててなぜ始めたかっていうと、結局親父がやってたっていうのもあるんだけれども、それまでやりだすまでって僕すごく事故が多くて、でそれが事故をやってたもんね。そうそうそう、ラリーやる前は事故が多かった。そう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 、ラリーやる前のが事故が多かったんです。だからその、まあ自分がこうモータースポーツをやり始めてから実際に事故が減ってるんで、その日本今事故が多い日本、まあ、愛知は特に、多いんだけれども、まあそういう、まあ、愛知の人がもうみんなそのモータースポーツに関わればもう事故がゼロになるんじゃないかな。まあゼロにはならないだろうけども、うん、だからそうなるようにこうモータースポーツを、まあ、新城をメインにして広げていきたいし、そこからこう、まあ、スクールであったりとかそういうものを発信の地にしたいなっていうふうに、そういうのはありますね。そうするとあれだよね、そういうスポーツ安全みたいなそういう講習会とかスクールとかでモータースポーツをやってきた、まあ、メンバーが教えることもできるわけだから、それヨーロッパでずっと30年前からもやってるわけよ。まあ、これがようやくだよな。うん、だからもうそういうところでやっていければいいと思うし、だからどうもそういう安全とかさ、そういうところはあんまり分かんない。まあでも、ラリーとかそのモータースポーツに関わってる人とか関わってない人じゃやっぱり車の理解度も全然違うと思うし、そのやっぱりモータースポーツやってる人は車の限界もそれなりに絶対分かると思うし、カートでもカートやってるかやってないかでもやっぱり同じ四輪の車でやっぱり全然車に対する限界とか違うし、何もやってなくてやっぱ免許だけ持ってる人っていうやっぱり車の限界も分かるわけがないし、そのやっぱりそれに雨降ったり雪降ったりした時にやっぱ事故が多いのはそういうところなのかなっていうのも。そこだよね。そうするとやっぱりラリーっていうのは今言ったように雪とかあらゆる路面で走るじゃない。だからもう一つは今その講習会なんかでよく言うのが、一番日本のドライバーが分かってないようなところっていうのがタイヤの限界が分かって乗ってほしいと思うんだけど、まあ、それをいつもこう例えば講習会で、聞くわけよ。この中でタイヤの限界分かってる人やがて入って結構おるわけよ。でもやっぱり大半の人が分からないで、自分の考えはタイヤの限界が分からない人は運転はしちゃダメですよなんて言うわけよ。でもそれぐらいじゃなきゃ危ないじゃん。競技だからね、ある意味で言うとすごく楽しいものなんだけど、一歩間違ったら競技になっちゃうわけだから、使い方をする人を教育しない限りいくら安全な車を作っても俺は良くないというふうにいつも思ってる。でそこにモータースポーツやってきた人たちのメリットがね、社会でいうメリットが生まれるわけだから、そこに参画をしていくことによって社会とモータースポーツがいい形でこう融合するわけというのが今我々が考えている。そういうなってほしいしな。